今回はですね、ちょっとしたお知らせですね。次の動画ですね、この後撮っていく動画にからですね、コメント欄の方を、オフにしようと思ってます。ですからコメント欄を閉じようと思ってます。この動機についてはですね、主要メンバーがもうほとんど揃ったってことですかね。自分の中ではもう主要メンバーは揃ってますし、あとどうでしょうか、今まで前向きのコメントをくださった方々が多分やってくれてるんじゃないかって自分ちょっと期待してます。でその方たちがボクシャー目指してちょっと頑張っていただけるんじゃないかということで、もうその期待がですね、高まったということと、ちょうどいいタイミングなんで、次の動画からコメント欄を閉じていいかなと思ってます。あともうね、正直コメント通知がもう一切自分のところに来ないんで、もうこちらからですね、もう拾いに行かないとちょっとコメントの返信ができないという部分があります。ですから、その労力っていうのもありますし、もう皆さん答えは出てますんで、5つのことをしっかりやっていただくということだけですね。ですからあとは高次元とのコミュニケーションをしっかり取っていただいて、頑張っていただければいいんじゃないかと思ってます。ですからとにかく言いたいことはですね、次の動画ですね、次何あげようかと思ってますけども、次の動画からコメント欄の方はもう閉じさせていただきます。で返信の方は過去の動画は開いてますけども、返信の方はですね、できたらしますし、できなかったらちょっと放置してる感じになるかもしれませんけども、その点はちょっとご了承願いたいと思います。それと合わせて自分の方がコメント欄を閉じるってことは、他のですね、動画のトップをですね、例えば登録動画とかの方のチャンネル登録してるところの動画にもこちらからはコメントを入れないというのが筋かなと思いますので、その点はよろしくお願いいたします。今日は以上です。ありがとうございました。